シュターレック上、現在はユースホステルとなっている。ヘルマン3世、またはヘルマンフォン・シュターレックはライン宮中白。ヘルマンはゴズビンフォン・シュターレックとルイトガルト・フォン・ヘンゲバッハとの間の唯一の息子である。母ルイトガルトはハインリヒ1世、フォン・カッツェン・エルンボーゲンの家父で、ヘルマンのイフ兄にハインリヒ2世、フォン・カッツェン・エルンボーゲンがおり、 ハインリヒ2世は1138年に、ローマ王コンラート3世から白衣を与えられた。ヘルマンは、シュバーベン大公フリードリヒ1世の娘ゲルトルートと結婚し、コンラート3世の義兄帝及び皇帝フリードリヒ1世の義理の叔父となった。ヘルマンは、父よりビルトハウゼン伯およびラインの伯として、東フランケンの領地と地位を相続した。また、 1142年もしくは1143年に、バーベンベルク家のライン宮中博ハインリヒ2世が、オーストリア編境白衣を得た後に、義兄帝である、コンラート3世により、ライン宮中博とされた。ハインリヒ2世の前年者の親族、特にザルムハクオッ夫1世からの主張を抑えての、就任であった。1147年から1148年まで、ヘルマンは、 ベンド十字軍に参加した。マインツ大司教との確執により二度にわたり、波紋の宣告を受けた。フリードリヒ一世は、犬運びの不名誉な罰を与えたが、両者の関係は変わらず、ヘルマンは最後まで、フリードリヒ一世に仕えた。ヘルマンは最初エイブラハ修道院に葬られたが、エイブラハの娘修道院であり、ヘルマンが創設した死闘会のビルトハウゼン、修道院が完成した後に、 こちらに改装された。フリードリヒ一世は、ヘルマンの死後、ライン宮中白衣を、自らのイボテコンラートに与えた。ありがとうございます。